熱気球に乗るビオとゲイイコールルサックジャンバティストビオはフランスの物理学者、天文学者、数学者。1800年代の初めに電流と磁場の関係を研究し、ビオサバールの法則に名前が残っている。隕石の研究、熱気球による飛行、変更の研究等でも知られている。パリ生まれ。パリの名門高校であるリセルイコールルイコールグランを卒業後。 1794年にフランス国立土木学校に入学。一時期は大砲を研究していた。その後、オワーズ県ーベの工芸学校やエコールポリテクニークなどの教員を務めた後、1801年に29歳でコレージュドフランスの教授に就任した。さらに1803年には科学アカデミーの会員に選出された。同年、一人息子が誕生。 1804年、ジョセフ・ルイゲイ・イコール・リュサックと、熱気球に乗って5000メートルまで上昇し、大気圧の研究を行った。1806年にピエール・シモン・ナプラスの指導により、フランスはアラゴと共に、4、5000個町の測量を完成する任務を与えられ、アラゴと共に、パリを立ち、スペインで作業を開始した。この他に、キララの研究も行い、クロクモ母に命名された。 月のクレーターにも命名されている。リオは、レジオンドヌール勲章の一員でもあり、1814年に、シュバリエ、1849年には、コマンドゥールに選ばれた。1816年にはスウェーデン、王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。1815年に、王立協会の外国人会員に選ばれ、1840年には、同会から、 ランフォードメダルを授与された。1862年、パリで死去。S、SI、イでジアヤメイトリアナリティック。1826、ビオは科学の発展に様々な面で貢献しており、トーマス・クーンが言うようなパラダイムシフトを物理学にもたらした。その影響は工学、電磁気学、天文学等に及んでいる。電磁気学におけるビオサバールの法則は、1820年の ビオとフェリックス・サバールの研究にちなんで名付けられた。彼らの実験は、電気と磁気の関係を示すもので、長い導線を垂直に垂らし、そこから水平に離れた位置に、方位地震を置くと、導線に電流を流した時に、方位地震が触れることを確認したものである。1803年、ビオは科学アカデミーの要請で、フランスのレーグルに落ちた、レーグル隕石の調査に赴き、 約3000個の隕石の破片を回収した。彼はそれらの石が宇宙起源のものだと結論付けた。その報告書の中でビオはエルンストクラドニが1794年に発表した隕石宇宙起源説を指示するとしていた。ビオのレーグル隕石の調査以前、地球上の岩の中に宇宙起源のものがあると信じていた人はほとんどいなかった。 空で火の玉が飛んでいるのが目撃され、その後地上に変わった石が見つかったという話は時折伝えられていたが、単なるファンタジーとして退りけられていた。1794年、ドイツの物理学者エルンスト・クラドニがそうした岩が宇宙起源であるという説を本の形で発表した。ビオがレーグルで岩を調査分析したことで、 初めて空の火の玉が大気で燃え尽きずに落ちてきた流れ星だということが一般に受け入れられるようになった。その後、隕石を分析することは太陽系の化学蘇生を正確に知る手段として研究されるようになった。隕石の蘇生やそれが太陽系内で元々どういう軌道で飛んでいたのかということから天文学者らは太陽系の成り立ちを推測する手がかりを得た。 1812年、ビオは工学に興味を持つようになり、特に変更を研究するようになった。1815年には、変更の研究で工学の発展に貢献している。実験では、有機物溶液に変更を通すと右、または左に先行することを確認し、どちらに先行するかは、有機物の分子の形状に依存する。ビオは、工学異性体の可能性を唱え、後に、 ルイパスツールが主席三事用の光学分割に成功したことにより証明された。その際には、ビオはパスツールを呼んで実際に実験させたという。19世紀より以前、光はコープッセルと呼ばれる理算的な微粒子束からなると信じられていたが、19世紀はじめ多くの科学者が粒子説よりも波動説を信じるようになってきた。ビオが始めた変更についての研究は、 光が微粒子からできているのでなければ得られないはずの結果をもたらした。ビオの研究によって光学は大いに発展したが、後に光の波動論によってもその現象が説明できることが示された。ビオの変更の研究が元となって変更版が生まれ、液晶ディスプレイなどに応用されるようになった。ありがとうございます。